あれ、こんなとこにエレベーターあったっけ？これ行ってないよね。ちょっと登ってみよう。いや、来た記憶はないぞ。ちょっともやがかかってる。で、どこだこれ。あ、めっちゃ上だな。大扉がある。これ開くかな。開いた。おおお、先へ行けそうだ。ちょっと待って、この先はちゃんとやっていこう。今探索中だから、まだ行ってないところないかなっていう。こっちも行けそうだよね。いや、あれ、ジークマイヤー、お前、うーん、どうやらまともみたいだな。カタリナの騎士、やっとのことでこの聖堂の宝物庫突き止めたのさ。ここで難儀してる。うむうむ。あ、アイテムがある。決闘のゴフか。私は先へ進むぞ。これ、そうだよね、あの上げてなんかこの上登っていけばいいんだよねみたいなこと言ってたところだと思ったけど、なんだ、あ、違った。あっち側にもある。え、ジークマイヤーじゃないの？ジーク、あれなんだっけ、ジークバルト。ゲッ、玉ねぎに化けてたのか。確かにね。クソ、俺探索中なのに。こいつパッチか、なんかパッチっぽい感じだね。おお、いけない。巨人はどこなんだ。いや、倒したよ。てめえやりやがったなって。生きてて恥ずかしくないのか。ガチャっていける？いけない。めっちゃ悔しがってんだけど。あれ、俺が上げたのってどっち側だったっけ。あ、やっぱこれだよね。もう一回上に上げるか。じゃあガッチャッと、じゃあさっきのところに戻るか。確かにあれ初対面じゃなかったよなって思って、なんか俺のこと知らないっぽかったからね。もういいや、戻ろう。じゃあ探索中だったんで、ちょっと一回正式にやり直しましょう。やり直すっていうか、機関のコッペンで戻るだけなんだけど。はい、というわけでダークソウル3続きをやっていきたいと思います。っていうかさ、ここもかがり火あったんだね。深みの主教たち完全見過ごしてたよな。っていうかあった、本当に。そして目の前にアイテムもあるので、これを拾いましょう。まずは大主教で、大主教、大主教、スカート、女性用かな。てか主教は女性なんだね。上にげ、なんかすげえ人がいっぱいいる。人ってか石像だろうけど、こういうところまでちゃんと作られてるんだな。じゃあさっきのエレベーターのところですね、そこまで向かいたいと思います。来るか、さらばだ。だいぶ減ってしまった。あれ、どっち、あ、こっちか。で、さっきこっち行こうとして、ちょっと待ってってなってこっちに来たのか。で、パッチに落とされたんだよな。もういないよね、さすがに。パッチかどうか知らないけどさ、パッチらしきやつに。あれ、ここ上がってない、そもそも上がってない。ここしか上がってない。いや、いけないのか、死だひどい。いけると思ったのに。まあいいや、ここのかがり火発見したのはでかいな。っていうかボスの後って基本かがり火出てるよね。で、さっき
追い回された。こいつ振り切れないんだけど。そして多分エレベーター上にあるな。これ倒しとかないと厄介なことになる。まあこいつくらいに遅れを取ることはない。痛い。炎が大丈夫。結局食らってるダメージ量があんまり変わらない。こいつはスルーしよう。あ、降りてないっていうか降りてるか。さっき降りてないわ。やっぱりガチャってなった気がしたけどなってなかった。じゃあおとなしく扉の向こう側へ進んでいきましょう。っていうかさ、あのパッチさん仮に殺したとすればさ、先へ行けたのかな。あのパッチがいたから下がっちゃったんだよね。てかスイッチがどっかにあるかもしれないね。あれ、これこあそこじゃん。あ、ここに出てきたの。あ、ここ正面だったの。え、じゃあなんだ、結局わかんねえよ。あ、ここなんだ。え、ここ出てきました。じゃあ本当に行くとこないわ。なんか仕切り直してせっかく始めたけどさ。ソウル、俺のソウル。多分この人も同じ感じで死んだんじゃないか、もしかして。血があるけど。こっち行け。俺と同じ死に方してる。あそこ行けるなーって思って死んだ。みんな多分ここで死んでるよ。え、向こう側じゃあどうすればいいんだ。別にスイッチはあるのかな。向こう側ってそもそも何。まあいっか。じゃあちょっと普通にもう一回かがり火戻ります。てか失うものないか。ダクリンで戻ろう。じゃあどこだ。いや、この先行けるかなと思ったけど、でもここ少ないよね、かがり火が。まあこの教会がね、一個のかがり火を拠点にしてショートカットを作っていくっていう方式だったんで。ああとこれか、ファランの牢石。いや、赤牢の狼っていう字は牢だから牢。読み方がわからん。でもここってなんかあったっけ。エレベーターらしきものがあったんだっけ。ファラの城塞来ました。でなんかアイテム、そうだよね、アイテムはあそこにあって、でここかエレベーターか。ガチャで上に行って取りたいなと。なんか途中降りられそうなところは分かんない。結構長え。下下ろしとく一応。鉄則。おお、完全に。ん、あれが深みの聖堂か。見渡せるね。なんかあそこ光ってんだけど、自分が今どこにいるんだ。あー、あっち側。あれ、ロスリックの攻撃か。いや、マップ作る人たちってすごいよね、これ。このマップ、どれだけの時間で作るんだろう。ちょっとデーモンがいいんだけど。ここなんかすげえ、あそこに似てる。ダクソワンの。こんなに広くはないか。え、どうする？ちょっかい出す？行こう。覚悟決めろ。アイテムを拾いながら。今なんかあいつ後ろ向いてるし、残り火。気づかれないうちに両手持ちで一発パク。白い。いて。色あせてしまったかも。おお、新しい攻撃。逃げろ逃げろ。回復して、デーモンは一応下が安定だけど、これ避けられない。
際デモみたいにドカーはやってこないね。いって、結構めくられんな。やはり対策は違うか。うん、ドッスン、いやー避けられない。早いね、ドッスンが。逃げろ。これでもさ、弓蓄すればいいんじゃないか。あ、半分くらい減ってる。いや、これが弓対策か。いわゆる一回回復して、これをうまくかわせれば、あ、いけそうだな。よし、潜り込もう。よし、かわして。まあ、所詮ははぐれデーモンか。5000しか持ってない。はぐれデーモン2万持ってんのに弱くなったな。ジェスチャー、あれ、アイテムを回収しよう。せっかく勝利したんだ。グレートアックス、グレアクがいくつ ?32 とかなんだよね、大体32だ。微妙に技量8必要なんだ。まあ、でも技量にね、ちょっとだけ補正がついてるのはまあいい。あれ、ここ、あそこ開かなかったらまた行く場所がなくなるぞ。これしかも開きそうなもんじゃないしね。開くか、なんか変なやついるけどさ。当たるかな、当たらない、月当たらない、いや開かねえ。こっちから行ける？いや死ぬよこれ。隠し道とはな。ところで左、え、本当に、え、本当に、お、本当に、本当だ、行ける。ダミーかと思った。またで帰れないとか、帰れないとかないよね、ここガラガラガラとか。おお、いける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 。しかも前方に、あ、まずトカゲがいる。あいつを葬り去ろう。ほら2人いるじゃん。あったね。はいはい、もう1匹、もう1匹、大賭け、大賭け、やった。ただ大賭けもっと必要だからね。あれ、こいつも竜じゃん。結構竜が朽ちてるよね。雷の槍、進行は全くない。竜紋章の盾、ここで竜との戦いが行われたのかな。でさらに上いける。こいつも決勝、決勝、もう一発。変なとこに亡者がいたけど、ちょっと待って待って、銃口、あれ、なんか降ってきたぞ。こいつも敵じゃないの。あれ、どっから出てきた、どっから湧いてきたこいつら。俺がもう完全に結晶トカゲに目を奪われていたか。見て、機関、やっぱ黒騎士の盾強えわ。受け能力がマジ高い。黒騎士の盾光るで鍛えちゃおうかな。で上に来ました。なんかでも進んでる感じはしないんだよね。先へ行けるような雰囲気でもないし、ここ何にもねえな。ほんとアイテムすらない。こっち側もない。おお、落ちそうだった。落ちたら死ぬかな。血の跡があったけど、ない。ただ大賭けにはでかかったな。この大賭けグレソに使いたいよね。クレイモアはとりあえずプラ4でいっか。こっちはいけないよね、だってだいぶ体力減ったな。こっち側ももういけないからね。
このドラゴンも別に蘇るわけでもないし、あれここ何なんだ。じゃあ結局道に迷っている。しかも戻れねえしこれ。あそこから飛び降りて戻るってことか。行ってみよう。あとやっぱね、あこっちじゃん。あこれさっきのとこか。割と敵がいる。こいつらソウルがうんこだからな。こいつ話せる？ちなみに。いや話せない。てか敵ロックオンはできない。殴っちゃっていいのか。殴ってみようか。殴れない。完全に固まっている。何なんだ一体これ。ツタ登るとかそういうゲームじゃないからな。いやますますわからん。向こう側にも行けないでしょ。ってことはやっぱ登って、まあ、一応アイテムがいっぱいあるよっていう地域かな。ちゃんと降りていかないと多分死ぬんだな。でこっち側に出てきました。この先行き止まりがあるぞ。マジでこれだけか。向こう側もう行けないよね絶対。いや無理だな。こっちもなんかあるけど行けそうにない。ここは完全に崩れてるからね。なんか登ってけばいけそうだけど、こいつはそういうことができないからな。登るということができないから。ここもない。あれ、あなんだ、ただ崩れてるだけか。なんかのオブジェクトかと思ったけど。で結局ここに来て、あでここさっき伝ってきたんだよね。ピョンピョンピョンって降りてこっち側に来ましたと。あーじゃあマジここはこれだけか。ん？落ちる。そう、下ろしちゃったんだよ。下ろすのが鉄則とか言って全く無意味だった。むしろ死ぬとこだった。ちょっと絶景でも眺めときますか。ロスリックの公平、ここのなんか囲まれてるところが、これ多分ファランのとこだよね。ファランの城塞、これだからあれか、壁で囲まれてるから城塞とかしてるけど、向こうが海じゃん。壁で囲う必要なくない？そろそろ来たかな。あ、来てる。あとなんかこっから行けそうなところがあるか。わかんねえ。いや、なさそうだな。とりあえずこっち側を見ておこう。ない。あれ？どうやって飛んだ？じゃあ。こっち側にあるってことは左側、こっから来て左側、ここ登って、これ登って行き止まりだと思うんだろう。おお、このメッセージありがとう。評価しておこう。ありがとうございます。評価数39。しかも道杯、超ありがたい。これはガチでありがたい。この人ありがとうございます。って言ってもさ、これあれか、炎が灯ってたのか。こことあそことあそこに炎が灯ってたんだね。後から見返してみるとなんかわかるけど、相変わらず迷ってんのは変わらないから。深みの聖堂が先がわかんねえんだよな、まあ、ここは深淵の監視者倒してソウル手に入れたから、ソウルっていうか薪なのかよくわかんないけど、まあ、クリアとみなそう一回で。せっかく灰手に入れたから棺の祭事所に戻ります。ばあさんにお渡しする、まあ、こ
5000ソウルくらいだったらちょっとレベル上げには使えないから、灰を渡す。哀れな道灰、愚か者の道灰、どこで拾われましたかの、ばあさんに聞かせてください、話を聞かせる。それはそれは哀れじゃ、滅びの世に夢などと、やはりこれは愚か者の、はい、あなたもそう思いますだろ。ははは、愚か者かどうかがまずわからんからな。秘めた祝福、あ、これもともとあったっけ、何が追加されたのかがマジでわかんねえかな。苔玉、紫花苔かはもう買えない、補充してほしいんだけど。鍵系はもう買ったよね。あ、かけら、かけらが買えるようになってる。なるほど。じゃあそろそろ台掛けが出てきてもいいよね。かけらはじゃあ、てか、いっぱいあるしね。12個。はるば、三日月、コンポジット棒多分増えたな。ソフ松明、ここら辺がわかんない。ラジレザ。ラジレザって、うん、不死体の一式。これも多分増えたっぽいよね。流刑人、これも増えたな。装備が増えたね。あ、生命の指輪、生命の指輪買っとこっかな。今1個つけるのがないんだよね。なんかどうせないんだったら、そう、エルドリッチの青指つけてんだけど、青石か、別にいらないから、これ生命の指輪に変えよう。いくつ上がる？ヒットポイント764から817、悪くないんじゃん。で、言っちゃえば、まあロイドの剣の指輪もいらないんでね。緑化は絶対必要で、鷹の指輪もまああってもなくても入れ替えればいいからね、弓の時は。意外に指輪が不足している。まあこれだっていう指輪がない。軽装だったらね、フリンの指輪でいいんだけど。なんか変わるか、変わんねえか。また盗みに行ってくれれば品揃えが増えるんだろうけど、ツバイも欲しいな。極剣か、鳳凰騎士の極剣、名前がかっこいいけど、これ技量と、ダメだ、魔術が必要だ、履力が必要。グレソ使えないかな。その間ツバイで運用するっていうのもまあありかもしれない。まあ6000円するから買えないんだけどね。今減ってるヒットポイント分だけ伸びたのか。まあ、見た目はちょっとだけどね、このちょっとの差が命に届くか届かないかっていうことになる時もあるんで。じゃあ結局どこだ、ちょっと見返さないとわかんねえな。いや、やっぱ深みの聖堂だな。ちょっと待って、深みの聖堂を、あの玉座の後ろにどこの誰さんって書いてあるから、どこぞの誰さん、深みの聖堂、聖者エルドリッチ、まあ、こいつだろ。だからここは深みの聖堂だよね。追放者ルドレス、君はもういる。で、こいつなんかすげえ最後っぽいな。ロスリックの聖王、これ多分最後だな。だからまだ、あともう一人いたよね、巨人ヨウムみたいなの。罪の都、巨人の王ヨウム、あるとすれば巨人の王ヨウムか、ま、一番ヒントがあるのはエルドリッチ。だってもうあそこ行ってるもん、深みの聖堂。ただ深みの聖堂の先がわからないから、ちょっと探索しますか。じゃあもう一回深みの聖堂を。ここがまあそもそも少ないからね、主教のところに行こう。てかさ、またなんだけどさ、この深淵の監視者の奥にさ道が通じてんだけど、これ最初なかったよね。だって「頑張れよ」の時間だのところさ、何これ、一回かがり火かがってさそうすると変わるの、地形が。そのままみんな戻っちゃうよね。奥行きましょう、行けるんで。カーサスの地下墓地、地下墓地か。ここめっちゃ広いけど、え、これは、あー、やっぱ墓地だからね。
スケルトンがいる。左から行きますか、じゃあ。ん？神聖じゃないとダメってことは？あるー。ソウルが入らない。カーサスの秘人？でもなんだろう、松ヤニ系っぽいよね。いや、めんどくさいな。神聖系、正面に何かいる。こっちも行けると思ったらいけなかったわ。この骸骨、復活する前に、やつを倒すか。赤目。ファルシオンっぽいの持ってんだ。この、受け能力。げ、骸骨。落ちろ、鉱山。てかもう相手してる暇がない。ソウルにならないやつなど無駄。あいつ首なくね。え、神聖系の武器、てか神聖がそもそもあるの今回。めっちゃ構えてんな。こいつ首がない、ウケる。新手の骸骨。いやー、めんどくさいな。本当に地下墓地だね。首ないのにどうやって探知してんだろう俺のこと。音かな。名もなき戦士。早い。しかもめっちゃぴったりくっついてきてんだけど。ちょっともうローリングしながら。あれ、なんか誰か死ななかった。今死ぬやつと死なないやつがいたって。あれ、倒した。どっちだこれ。結局こっちに来て、こっちじゃないってこと。死んでいく。死ぬやつと死なないやつがいるのかな。穴とかに落ちたら死ぬのかね、完全に。この先やっちまえに注意しろ。あ、こっちはいけねえ。あ、いけないわ。あれ、道がない。ってことはやっぱり向こう側か。あ、ここに階段があったわ。あ、めんどくさいから一回排除しておこう。赤目がいる。ちょっともうキリがないわこいつら。痛くない。ってか敵同士でダメージ食らってんね。いや、待って、すげえんだ。あ、倒した。ちょっとわかんねえ。死ぬ敵と死なない敵の違いがわかんねえ。こういったでも骸骨じゃないから、ね、ちょ、待って。アイテム、エイリーかな。いや、めっちゃいるわ。無視に限る。てか、すげえ。槍。だから一体血が出た。ちょっとこれだけ取りたい。戦士のソウル消えよ。この骸骨は死ぬね。かけらとカーサスの秘人。カーサスの秘人をちょっと見よう。どれだ。一時的に、あ、出血か。カーサスは出血系なんだね。あ、こんなところにはしごが。ちょっとよく見ないと分かんない。骸骨が鬱陶しくてゆっくりと探索ができないからね。復活してきちゃうんで。え、おおお、罠か。この先は、いやどっち。え、みんなどっちから来てんの。正規ルートなのか正規ルートじゃないのか。あれ、ちょっと待って、こっち来たな。で、だこの先罠に注意しろ。結局くるって回ってきちゃったんだな。じゃあこう来て、こう来て、こう来て、あいつ倒すか。気づかれてはない。何？許さん。いや、強え。体力あるな。ゴリオス。ククリ。
作りって何？投げナイフの強いバージョンみたいなやつで、こう来て、でも結局こっちってさ一周してくるよね。あ、こいつは死ぬ。なんだ、一応倒していった方がいいのか。アイテム、かけら、これは単純にこいつの死体の跡か。ここにもアイテム、くくり、これも死体でしょ。でこっち来たよね。でこっちからこう降りて、こう降りて来たから、じゃあこっち側とか。アイテム、かけら、かけらはめちゃくちゃ落ちてんな。ん？で、どう来たんだっけ。この先罠に注意しろ。倒していくか。ちょ、一回は倒していこう。一問だし。いや、ダメだ。こいつらは復活する。盾を構えながら。あ？この先不幸がある。こいつは？いいとこで会えました。ポリスを見ませんでしたか。罠にはまりはぐれてしまった。まだ出会うことができていない。いや、知らないよ。そうですか。一人でも倒れるはずがありません。きっとどこかで私を探してくれている。お伝えください。まだこの地下墓にいると。七色石を置いておく。うん、俺はずっと一人だけどね。俺はずっと一人旅だ。ホレイスとかもう死んでそう。悲しいことに。苔玉。あ、結晶トカゲ。今いたのに。え、いたけどなんか。あ、そう、いた。ひで、これも罠だな。あれ？また進む道がないんだっけ。ってか、うぜえ。あいつか。だってここは絶対死ぬ。こっち側もう行けない。いて。なるほど、お前がここに隠れてる理由が分かったよ。お前は賢い。俺はこんなに矢が刺さってしまった。しかし光る草び石をゲットしたからね。それは収穫としてはかなりでかい。で、あれ、でも復活はしてない。なんだ、謎だな。で、こう来ました。で、こうでしょ。だ、結局こっちも意味なかったんだよ。で、あ、ここ、なんか左右からあれが来そう。やっぱりね、矢が飛んできそう。うわなんだこれ。え、待って、なんだこのうんこ玉みてえなの。罠にかかっけ、骸骨がいいんだけど、これこれ何、この、え、何こいつ、超誘ってんだけど。え、なんだこいつ、倒していいの。いや、めっちゃ誘導してくれてるよ。水先案内人か。別にさ、迷うようなとこじゃない。うわ、闇術、どっから来た。いや、待って、やべ。どっから来てる。あの、帽子かぶったアンデッドマンか。惜しいな。広い。あ。え？なんだこいつ。普通に敵か？やっぱあいつ倒した方がいいのかな。なんかって言ってカーサスのなんとかみたいな。あ、これ多分あれだ、壺壊してると闇術が発動するんだ。アイテムはもうないよね。いや、あいつはしかと。おう、ガードできる。こいつか。お前は強靭がない。くそ、財布の。え、復活する？
マジかよ、お前厄介すぎだろ。クソ、うわやばい、やられた。なんてこった。てかかがり火は、じゃあまあ行く道は決まったので、またカーサスの地下墓地から次回やっていこうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。